するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。それでは何二曲一本ば開始です。皆さん手配を開けてください。ドラは9番、なんちゃが続いております。手配はどうでしょうか。ドラが1枚、あ、デキメント2つ、だいぶいいよ、形いいですね。だいぶいい、だいぶいいです。今回もリーチを打つようなパターンの手組みになっていくんですか。そうですね。ってなると、はい、第1打は、はい、まあチュンから切るかペイから切るかみたいなことですね。はい、ことになると思うんですけど、最初の自敗の切り方、白鳥さんそのやる気の方向性でかなり分かれますもんね。そうですね、うん、ただ、まあ、この手配ってまあ、ほぼほぼピンフになるんですけど、はい、まあ、やかや重なったら重なったでまた打点の上昇とかもあって嬉しいんで、自分の都合でペイかチュンかで、チュン重なった方が嬉しいんで僕はペイから切ります。はい、かなりねギリギリのところ攻めていって先にね上がりを決められてるパターン多いですからね。はい、うん、ここから加点していきたいところ。厳しいよねそういう時ありますからね。あるある。 M リーグでもね厳しきた。レギュラーではつらかったですからね、はい、ここで、ターツは完成してて雀刀がない形なんで、うん、重なりやすい牌を探したいんですけど、はい、親が第1打パースを切っていて急走は重なりやすいので、うん、E ピンから切ります。チュンは一応残しておきます。チューンは親の現物。そうですね、ここら辺ってアナログな部分だと思うんですよ。重なって嬉しいのって E ピンが重なってピン風になる方が嬉しいんですけど、そうですよね、やっぱり E ピンをずっと持っておくのはちょっと危険かなっていうのって、うんうん、もう数字じゃ表せれないっていうか感覚になっちゃうじゃないですか、うん、だけどやっぱ僕の感覚ではここは E ピンかなって感じで、うんうん、落ち手のバランスにもよりますが、はい、で今パースを来たんで、数層切るとだいぶペン字層が残っちゃうこともあるんで、はい、まあ、3色の種なんですけどここは手広く数層に、くっついてリアンメンターズができたらパースを9層払っていくので目いっぱいチューンを打ちます。うん、どこかに必ずこうちょっと安全なマークを立てておくんですね。安全マークね。うん、今回ね目いっぱいにはなってきましたけれども、うまくいけば3色も見えます。その次第伸びるか、うん、ずれましたが、はい、ただ今回はやはりパーソー9層の重なりとチーソーもそこそこ期待できるので、うん、ストレートに数層打っていきたいなと思います。パーソー9層は場に1枚ずつ切られています。はい、チーソー待ちになってもねリーチ打ちやすいんで、これだと、はい、スーソー自分で切ってて、やっぱスーソーが宣言杯じゃないペンチーソーなんで、うん、という面も自敗2つ打ってから急走手出しローソー手出しなんですよ。あの急走が手出しなんですけど、はい、例えば6679とかだったたら急走の方を先に打ってて自敗が後に出てくるっていうパターンの方が多いと思うんで、うんうんうん、結構持ってないんじゃないかなと。チーソーも山に残ってる可能性がちょっとまた上がったわけですね。はい、切ります。はい、今のままですとどちらから入ってもリーチを打つ判断になります。短期だけはしないですかね。積み切った持ってはなかったようですよね。うん、まあ、もちろん6、7って持ってることもありますけどね、うんうん、それはまあ、ここが1個分岐点ですよね。どうしましょう。やっぱりピンズの形を伸ばすのか、はい、ペンチソーと心中するかなんですけど、僕基本的にやっぱ後継目指してリーチっていうタイプなので、ピンズの伸びも重視してここはパーソー9層を払っていきたいなと思います。パーソーからいきます。8から、はい、ウッパーピン自身の目から5枚見えですか。はい、ウッパーピンに待ちになったらリーチは打たないですね、うんうん、むしろウッパーピン待ちでリーチを作られたら急走短期でリーチ打った方が上がり取れるんじゃないかなっていうぐらい。来たな、親のリーチが入った。
はい、初切りリーチ、初は別に安全牌でもないですからね、はい、これ中筋ですね、あのウースを切ります、急走の方が重なりやすそうなんで、はい、中筋のウースを押しました。戦っていくってことですね、これはかなり戦う方ですよね。で現物だったらウーピンとかあるんですけど、中筋から行きましたもんね、はい、現物より。シャトリさんの満足のいく形の天牌は取れるのか、本当だよね、そこなんだよね、急速切ります。第1弾にパーソー親が切っている、まあ、いいピンどうです、あの5巡目のね、もうやだよね、ピンでよくあのああいうのは、まあまあ、ただ、はい、あの裏筋なんですけど、やっぱりあのまだ通ってない牌がたくさんあるんで、まだわかんないけど候補のうちの一つではもちろんありますね。整えば行く、整えば行く、まだ整わないので出ない、はい、しかも結構好材料なのが、はい、降りてるじゃないですか、下茶と遠い面が降りてるのに、はい、特に遠い面なんですけど、初統一落としでもう完全に多分やる気はないんですよ、うん、やる気ないか分かんないですけど、まあ、迂回してますね、迂回してるじゃないですか、でもいいマンが出てこないっていうのが好材料で、あの山にあるかなって思うんで、これだったら、はい、リーチ行きたいですよね、一数ワンがよく見える、あーね、急走山に残ってそうだなとありましたが、親のリーチを受けてますからね、見物を追っています、うん、やっぱ押し返しも考えて残したいはずなんですけど、イーマンとかから先に切りたいはずなんですけど、ってことは一数万山にいそうなんですよ、特にイーマンね、はい、テンパイまず入らない、イーピンが来てくれるのが一番いいですね、最高一番悩みなくね、おめでとうございます、まあ、点数状況もあるんで、はい、親の現物なんですけど、うん、まあ、手堅いのはもちろん闇天にするのは手堅いんですけど、はい、あの打点もリーチピンフドライチで裏ドラマでも満貫なんで、ね、リーチいきます、はい、ちょっとね追う立場ですからね、リーチさあ追いかけました、ここでやっと天敗ね、あの時のいいピンよく帰ってきましたね、すいません了解お願いします、すいません両替お願いします、すいません、みんなヘッドもしてるのにすぐ気づいてくれますね、はい、いやー、2巡目の E ピンまた出会えることになりました、おかえり、ただいま、おかえり、はい、今回はしっかり追いかけるといった判断になった、こうなったらめくり合い、あかり牌は一発ともならず、ここまで1000点クラスは2度上がりました、そうですね、はい、報酬はありました、あ、なんか数ピン通りましたね、うん、ってことは親怖いですね、セクシーな声が漏れましたね、うん、かなりこれ筋が減ってきましたね、親の当たりそうな筋、あ、なんてことでしょう、勝てました、裏は1300、2600です、1400、2700、はい、乗りませんでしたが、親の先制リーチに対抗して追い越すことに成功しました、免品積もドライチ1300、2600、一本場です、1400、2700の積も上がり、やっと大きめの上がりが決まりました、白鳥翔、はい、大きめの上がりで52っていうね、いやもう5倍ですから、はい、さあではみんなの手牌も見ていきましょう、皆さん手牌を開けてください、親はカンパーマン、ドラを使っての形ですもんね、そうですね、やっぱりイーマンはね、はい、合わせてないというか合わせてなかったんで、うん、まあ、イーマンは相当山にいそうだなっていう感じがありますね、そこだけはね自信持っておっしゃってましたもんね、急走がいそうっていうのと、そうですね、そして最後はね危険牌も出ていかない形の天牌を取ることに成功、見事数を積もり上げました、いやー次のね親を迎えるにあたって、はい、まずは嬉しい加点、はい、現状まだラス目ですけれども近いですよね、この点差ね、もう十分逆転できると思います、はい、はい、ありがとうございます、はい、さあ皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。